自動車運搬船でアリーダー自動車運搬船とは、自動車の運搬に特化した構造を有する船である。自動車専用船とも言う。船内に、服装の車両甲板を持ち、各種自動車を積載できるという点ではフェリーに類似するが、小取引を目的とした自動車を大量に構想する目的で作られているため、フェリーとは構造が異なる。 一般的な貨物船との大きな違いは、積載し輸送する貨物が自走して積み込まれ、またに卸ろしされることで、港湾での作業に使うためのクレーンを備えず、船内は自動車を最大限積載するために、各層の天井口が各種自動車に合わせた必要最小限の高さに設計されている。二国間で船を使った自動車の輸出入を行う際には、 他の貨物と混装させることが一般的であった。しかし、1960年代に日本の自動車生産が活発になると、車体に海水や傷がつかないような積載方法が求められる、自動車は船舶会社から経営されるようになり、自動車輸送に特化した船が構想されるようになった。1950年代、アメリカ語大湖に向かう西欧の鉄鋼石船が、 王光の空船を利用し自動車を運ぶようになり、1953年に、バラ積み船の倉内に、自動車運搬のための取り外し式甲板を持つ、最初の自動車券バラ積み改造船、ジャカルタが、就航。1955年には、スウェーデンのワレニュース社により、新造自動車券バラ積み船、リゴレット、トラビアータが就航し、1970年代にかけて、 自動車券ばら積み船の大型化が図られた。1950年代から1960年代初頭にかけてはクレーンを用いた LOLO 方式で自動車輸入が行われていたが重ね積みができず、蔵らないで多くのスペースを占有し、傷つきやすくてクレームが多く運賃が安いなど歓迎されざる貨物であったため、1960年代には二役が早く、 自動車を傷つけることのないローロー方式による自動車運搬船の開発が進められ1963年にワレニウス社がロロニアク設備を備えながらローロー方式を採用したアニアラを建造。1964年にはノルウェーのディビ社によりローロー方式の自動車専用船ダイビアングリアを建造。しかしながらロー,ロー型の自動車専用船は 自動車運搬以外への転用が効かないため、1970年代までは、リスク回避のため自動車券ばら積み船が並行して、整備された。日本では一部で、ロロ方式の一般貨物船での自動車輸送が行われていたが、積載台数が少なく、非効率だったため陸上輸送が主だったが、自動車の生産増加と都市の交通事情の悪化や、地方で道路整備が進まないことから、 遠隔地への自動車の陸上輸送が困難となったのを受け、1962年に大道海運により、世界で初めてロールロ方式を採用した、遠海自動車専用船、東潮丸を建造。その後自動車輸出の増加に伴い、台米輸出に力を入れていた、日産自動車が1965年に、大阪商船、三井船舶と共同で海外の自動車運搬船を、 研究し、日本アメリカが州国航路用に、老老方式を取り入れた、外交自動車券ラ積船、追い浜丸を建造。乗用車換算で1200台積みの積載能力を誇った。その後も、日産自動車は、追い浜丸と同型のザマ丸などを建造。トヨタ自動車も1968年に、第1トヨタ丸を建造して、自動車運搬船の利用に踏み切った。 しかしながら、自動車券バラ積み船は復興の集荷が予定通りにできずに計画通りの出荷に支障を及ぼしたり、バラ積みの貨物の残差が自動車に降りかかり塗装を痛めるといったデメリットがあり、自動車専用船の必要性が求められるようになった。そして1970年に、日本初のローロー式の外交自動車専用船、第10トヨタ丸が建造された。 その後1980年代には CKD 輸出や自動車部品用のコンテナにも対応した多目的自動車輸送船も登場した。自動車運搬船は効率性を求めるため次第に巨大化する傾向にある。21世紀初頭に建造された自動車運搬船として2008年に南日本造船が建造したスワンエース、同系船、スウィフトエースを例にとれば 約58,600層トンの規模で1回あたりの積載能力は12層の甲板で6,400台に達している。船体重量と比較して還元が高く、往復の影響を受けやすい。重心の調節のためにバラスト水を中排水するが、それでも台風などによって流されて座礁などの海難事故を起こしやすい。車両積載デッキは、 一つの大きな空間となっており、ここに浸水すると沈没を避ける手段がなく、浸水に対しても弱い構造となっている。以下に、具体的な数件の事例を挙げる。ありがとうございます。